よいしょ。はい、どうも荒川です。皆さん、今回ね、男のロマン、夢、釣りガールからご招待いただきましたよ。ということで、アキさん、自己紹介お願いします。こんばんは、皆さんこんばんは、皆さん。荒川さんをちょっと誘っちゃいましたギャルともガサガサして、今度お前は釣りガールかと思っている視聴者が多いと思いますが、もうその通りでございます。はい、お邪魔しますということで、今回はね、釣りガールアキさんを連れ回して、漁港でガサガサでいっぱいいろんな生き物ね、取って、まあ、食べていこうと思います。連れ回されます。それでは映像にどうぞ。ここにいるよね。そうっす、それっす。 あとはちゃんと入れればやった。 OK っす。ナイスキャッチ。台湾ガザミの子供かな。これはもうちょっと大きくなったら食べれる。そうですね、これの5倍ぐらいになったらうまいです。このサイズはもう純粋に挟まれると痛いだけですね。本当、今は大丈夫？いや、全然挟みますよ、多分。挟まれる。いや、挟まれるじゃなくて、挟まれてください。なんで俺に挟まれるの強要してるんですか？小指の方いいかも。挟まないよ、全然。全然挟んでくれないんだけど。意外といかない。全然挟まれない。全然挟まれないんだけど。待って、でかいのいた。目の前。埋まってるじゃないですか、今。白いゴミみたいなあるじゃないですか。あれの下、カニっすよ。ちょっと行く？あ、潜った。いや、刺せば。その網、地面にぶっ刺せば出てきます。これね。そうっす、そこのし、そうそうそう、そこ。あ、いや、出てきます。左にガサガサする。それ。ちょっと待って。うお、入った。手で行っちゃっていい？いいっすよ。来た。ナイスキャッチ。うわ、すごい。素手で行った。びしょびしょ。取れた。うお、ナイスキャッチ。さっきよりレベルアップ。レベルアップしましたね。でかくなった。いたガチで強いっすよ。やばい。ちょっとゲッチュー。ナイスキャッチ。でもこれは食べれるサイズでは。まだちっちゃいんで逃がしましょう。結構痛くないですか？めちゃくちゃ痛かった。なんかもう、あ、血出てる。気をつけて。何あれ。あ、でもなんか寄ってきてません？クラゲ？あ、クラゲ？クラゲっぽいな。クラゲじゃない？あ、なんか取れた。なんだ？何？タコクラゲ？何？タコクラゲだ。え？うわ、クラゲだ。でか。でか。やば。これ刺されるとやばい。いや、どう？え、ツンツンしたい。え、すごい。気持ちいい。今年カメムシ大発生してて、まだいるか。こいつ1匹いたら100匹ぐらいいるんで、多分ライトを照らしてこうやって漁港でガサガサしてたらいっぱい来ますよ。ガチ？見よってみる？いや。もうカメムシコーラを作るのはもう終わったんですよ。もう冬、くたばれ冬なんだから、お前はもう。飛ばす。ピーンってやると飛んできます。飛ばします。あっち、こっち。いらない。いくよ。バイバイ。はい、ということでね、カメムシと、こっち多分ね、タコクラゲのバカでかいやつですね、おそらく。タコクラゲ。初めて見ました。タコクラゲじゃないかな。すご。食えた気がする。てんてんてんですね。ちょっと調べないとわかんないですけど、毒性あんま強くないタイプのクラゲですね。あ、そうなんだ。刺されてもまあまあ痛いぐらい。ピリピリぐらいかな。トウゴロウかカタクチじゃないですかね、あれ。うわ、めっちゃ跳ねてる。足元にライトやると寄ってくるんで、寄ったイワシを、玉網をゆっくりつければ取れます。ゆっくりつけて、あとはもうガバッ、まあそれで取れるんで、どんどん取っていいっすよ。もう慣れれば、どんどん入ってくるんで。おー、ナイスキャッチ。結構簡単じゃないですか。しかもめちゃくちゃ綺麗。そう。簡単にこのサイズ取れるんですよ。超輝いてる。これだって冷凍庫に保管しておけば全部釣り餌っすよ。これがカタクチ。いや、これトウゴロイワシですね。ウツボ。下降りると意外とこの縁のところ、縁の下に生き物いたりするんで、何が出るかわかんないんで、左に落ちてんのエギかな。漁業犬。あ、ウツボ。目の前。行く？いや、行くしかない。やば。ちょっと行こう。寝てる。でかいっすね。挟み込む？あーですね。あ、後ろに行ってる。あ、取れる。あ、待って、やばい。うわ、待って、いける。来た。やったー。来たー。あ、やべ。前行った。来た。オッケー。よっしゃ、オッケー。抜けたー。でかー。いや、やば、ウツボ。
この画角からマジ嬉しい、やば、目的がウツボに変わった。え、めっちゃウツボうまいもんな、最高。入れますか。入れましょう。噛まれたらマジで、噛まれたことはないですし、ウツボに噛まれるとデスロールされて、あ、そうだよね、指なくなるよね。あの歯の細かい骨が指に残るんですよ、うん、いやいやいや、きつい。友達で噛まれたやつ、それで手術しました。ガチ、こわ、これはえぐいよ。ちょっと入らない。あ何やってんの、何やってんウツボって結構細かい種類分けができて、うん、いやマジで何ウツボかちょっとわかんないんですけど、関東とか比較的北の方まで来るタイプのウツボだとは思いますが、まあトラウツボとかノーマルのウツボではない気がする。確かにもうちょっと黒いもんね、そうなんですね、斑点が。あ、拾えないかな、ちょっと思ったよりタモが扱いにくい。持って帰って、うん、使えそうなの使えるし。取った、ゴミになるの捨てていい。エギゲット、ナイスキャッチ。使えるやっ、いってらっしゃい。行きます、はい、よいしょ。さあどうだ、ゴミっぽいっすね。上についてんのはゴミ。あ、いやでもなんかいるな。カニ、タコ、なんかいる。あー、台湾ガザミだ。カニ、お、しかもでかくない。なんか入ってんな、下の方。確実に魚はいます。魚かカニか。結構でかいやついるんじゃない。え、どうなんだ。あげます。ゴンズイさんいるよ。あ、落ちた。何が落ちた？ゴンズイが落ちた。どんだけ恵まれないの、ゴンズイに。私、めっちゃいますよ、ゴンズイ。あ、本当だ、いっぱいいる群れの中の一匹が落ちました。うーわ、めっちゃ。あ、シャコじゃないこれ。カニだ。ゴンズイ、海のナマズ。背びれと胸びれとかにトゲ、猛毒のトゲがあるんで、それに刺されるとめっちゃ腫れます。刺されたことはないです。ただトゲさえ取っちゃえば結構美味しい食材なんで。これよりも大きくなる。あ、なります。これの2倍ぐらいになるんで。あ、じゃあ2倍ぐらいのやつ食べたいな。エビはいないかな。カニ、あ、いた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 。あ、いた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 。え、待って待って、2匹いる。ほんと、え、しかも、え、オスとオスだ。待って、1頭で取れすぎる。あ、すごいね、激アツじゃん。すげえ、一頭でゴンズイ、ゴンズイ、ゴンズイ、台湾ガザミは2匹取れましたよ。トワミすげえのと、秋の漁港めっちゃ食材ばっか。え、待って待って、エビエビエビ。ほんと？え、ほらほら。何エビこれ？アフトミザエビだこれ。クルマエビの仲間っすよ。やった。え、待って、エビ上の方にいた。なんかすごすぎ。やるときこうやって締めてくるんですけど、うん、はいはいはい、当たるんですよ。当たって今気づいたんですよ。色一緒だもんね、気づかないよね。え、ワンちゃん何匹かいたりする？これクルマエビじゃないんですけど、クルマエビの仲間っすね、うん、親戚？そう、親戚っす。親戚、こんなんもいるんすよ。やばいな、嬉しすぎ。それ食べていいサイズ？いいっすよ、全然。お、何匹か取りたい。いってらっしゃい。よいしょ、かっこいい。何か入っててください。こっちの方暑かったりするよね。ウツボもいるし、何かしら。クラゲが、アンドンクラゲ系ですね。アンドンクラゲ、まあ、秋になると出てきて、海水浴とかで刺されるとちょっと痛くて、まあ有名なクラゲですね。素晴らしい。毒性自体はそんなに強くないんで、ボッコボコに刺されなければまだいいです。ボッコボコに刺されてみたい、すごい。ボッコボコに刺されるとアナフィラキシーなんじゃないのかな。ほんと、うわ、一応クラゲなの。すごい、めっちゃ服汚ね。海にナマズがいるの面白いっすね。面白い、これもまたいいよね。しかもちゃんとナマズだもんね。ちゃんとナマズっす。似てるとかじゃなくてガチガチのナマズなんだ。ちゃんとナマズ。どうしてこうなってこの程度。そう、ほんとすごい。うわ、ん、紫のなんか、なにこれ。ウミウシ系が邪悪じゃない。ウミウシ系つっつくと、うん、天敵から逃げるためにこういうエキス流すんですよ。へ、このエキス面白くて、うん、カニとかがお腹空いてる時にこれぶっかけるとお腹減ってる状態じゃなくなるんですよ。なんか興奮状態じゃなくなるとか、天敵を静かに沈静化させる作用があるらしいです。その作用欲しい。すごい、人間には効かないんじゃないですか。今クッソ腹減ってますけど、あれ浴びたらお腹いっぱいになるのかな。なると思うよ。浴びてみたら入試代で流行るかもね。すごい、いいんじゃないですか。やめてやめて、入手の案件とかやってみましょう。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。
ギャルに続いて釣りガールどこまで広がっていくんでしょうねというしょうもない話は置いといて、アッキーさんの方のねチャンネルでは料理シーンなんかもどんどん出てるんで、ぜひぜひそちらも見てみてください。また荒川の方の料理シーンはねこの辺にあるかな、サブチャンネルの方で随時更新していくのでそちらもよろしくお願いします。今回ね漁港採集めちゃくちゃ楽しかった、プラスウツボにカニにエビにすごい食材が取れて食材豊富な秋を感じてもらえたんじゃないでしょうか。それではまた次の動画で会いましょう。コメント数に応じてコラボ増えます。そして次回はギャルとのコラボです。バイバイ。